20年だよ。大人の階段登っちゃうよ。桜沢会議。こんにちは。こんにちは。あ、すごい、いっぱいいますね。いやいや、最初から緩かったね。こんにちは、桜草のペットの彼女で椎名真白やってます、かやのいです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、桜草のペットの彼女、上井草美咲役の高森夏実です。よろしくお願いします。ということで、はいはい、私たち今回司会を任されました。なんでかな、できると思ってもらえてるみたいなんかあのラジオを実はやってるんですけど、この中でラジオを聞いてくれてる方、あ、結構いる。ありがとうございます。ゆるいよねダメだよねのんびりやってるラジオなんですけど、今回はね、大仕事を任されてしまったので、うん、2人でなんとか頑張ってみたいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。はい、どうするか、何話すか。男子イエーイ。お、まあ、負けるなよ。女子イエーイ。あー、でもいらっしゃるね。嬉しい、嬉しいね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、いや、いつもねパンツパンツ言ってる感じですけど、青春な作品なんで女の子にもぜひ見ていただきたいっていうのがあるので。そう、ね、嬉しいです ね、女の子にも来ていただいてて、はい、もうすごい人ですね、後ろの方まで。ああ、本当に飛んでる飛んでるすごい、ありがとうございます。いや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 、でもなんかさ、うん、寂しくない？何が？私たちが？そう、私たちより寂しいね。二人じゃちょっとさ、ちょっともう無理だね。うん、限界を感じる。寂しいからさ、早速さ、呼んじゃわない？呼んじゃおう。じゃあ、はい、ここで他の出演者の皆さんにも出てきてもらいたいと思います。まずは神田空太役、松岡義嗣さん。はい、はい、男子イエーイ。何ですか、え、どうしたの、どうしたの、泣きそうなの。はい、まあいいや、次を、まあいいね、次呼ぼうね。ということで続いて青山七海役、中津真理子ちゃん。そして三鷹仁役、桜井孝宏さん。はい、あ、安心だ、安心だね、寂しくないということでね、早速松岡さんから改めて自己紹介をお願いいたします。はい、神田空太役を演じさせていただいております、松岡義嗣と申します。本日はイベントよろしくお願いします。続いて、はい、中津さんにじゃあお願いしたいと思います、はい、青山七海役の中津真理子です。本日は楽しんでいきましょう、よろしくお願いいたします。はい、それでは続いて桜井さん、よろしくお願いします。みんな今日は僕のためにありがとう。三鷹仁役の桜井孝宏です、よろしくお願いします。あの松岡くんがそこで待ってる後ろ姿が最終打席に入るプロ野球の選手の引退試合みたいな、なんかそういう感じだったからドキドキしてました。もう引退しちゃうのかい。引退しちゃうんですね、はい、早くない。いや、いろいろあったんですよ、裏側でね、いろいろあったんですよね。そう、いろいろあったの、いろんなことがあったの、松岡君だけにね。はい、松岡君だけにいろんなこと、ずっと水ばっか飲んでましたまあでも温かい目で見守ってあげてください、はい、よろしくお願いします。お願いします。では皆様後ろにお席ございますのでご着席ください。はい、ということで今回はですね、この5人でイベントをお届けしていきたいと思います。そしてなんとここで監督からお手紙が届いてるそうなんです。マジで？そうなんです。なのでご紹介したいと思います持ってきてくださいな。あら、あ、
きっと今この瞬間は頑張って桜草のアニメを作ってくださっていると。あ、そういうことなんですね。そうなんですよね。ということで、じゃあ私から紹介したいと思います。はい、お願いします。皆さん早い、早いです。早い、ごめん、ごめん、食い気味感じ、感じすぎちゃった。まだ皆さんしか言ってない。ごめん、ごめん。いいですか。すいません、はい、皆さん、いつもアフレコお疲れ様です。我らが、あ、お疲れ様です。はい、我らが桜草においてはアフレコ現場であるまじきとある逸話が存在します。それはみんなのやり取りが面白すぎてスタッフのブースに沸き起こる大爆笑がマイクのある録音ブースにまで届いてしまうという、まさに事故とも呼べる現象が多発することです。確かに面白いアドリブは大歓迎ですよとは言いましたが、皆さん少しは加減しましょう。最近真面目キャラがすっかりテンパリキャラになりつつあるななみちゃん、ここは力士になりきってとか言ってごめんなさい、ごっつぁんですだって。で、常に全力で舌を噛みそうなみさきちゃん、画面にちょっと映り込むたびに変なマグロの歌とか歌わせてごめんなさいアドリブがいちいちエロいジンさん、毎週原作の鴨志田先生が大爆笑されています。クールな鴨下先生のキャラを壊さないでください。怒られてますね。毎回伝説の声を発する空太くん、事故の原因は主にあなたです。特に第3話でジンさんに殴られた時のあの声はもう耳について離れません。安眠妨害です。ちょっと待ってください。僕、あの、そんなことやってました。やってました。やって、あ、素晴らしい声が出てました。そして、いつも一人だけ声を張れないマシロちゃん、心配ご無用。もうすぐ叫ぶマシロが登場しますよ。おお、激レアなマシロの叫び、今から楽しみにしています。それでは、またこれからもたくさん笑わせてくださいね。皆さんのお芝居は最高です。ドッカンドッカン現場が湧いていますって感じで、ハードル上げて次回もお待ちしています。かしこ監督より。最後メイドちゃん風って書いてある。カッコしてかしこの後にメイドちゃん風に読んでみようって書いてあったから監督よりっていうのを私が勝手に入れました。いや、素晴らしい。じゃあ我々はこれからコマ行っていってしまってよろしいということですか。あのそうだな、松岡君に関してはノーコメントでまあ、はい、事故の原因は主にあなたですということに。名指しですからね。そうですね、監督だから疲れていつもね、きっと眠れない。そう、 そうですね、眠れない夜を過ごし、何かじゃあ今度会った時に監督に声をかけて、はい、そうですね、一つなんか菓子折りとか持っていかなきゃいけないそれお詫びじゃないですかおーほら、ほら、応援してくれてますよ。今泣いちゃうからダメあ、いや、いいね。でもなんかラジオでもあの松岡さんへの応援メッセージを募集したら、そうそうそう、すごいいただいてね、愛されてたくさんいただいて、愛されて安眠を妨害して皆さんありがとうございます。意地悪だな、 なんかちょいちょい意地悪だけどでもあの松岡くんのおかげで現場はもう本当に楽しくおかしく、本当に、はい、あの周りの人に悪影響を及ぼすほどに笑ってしまって NG みたいなこととかですね、そんな素敵な現場なんですけど、はい、あと、はい、でも結構いろいろ来てますけど、ジンさんにも桜井さんにもキャラを壊さないでください、鴨下先生のキャラを壊さないでくださいと。そうですね、最後は本当怒られてましたね、これね。そんなつもりはないですよ、ちゃんとあのキャラをリスペクト、作品をリスペクトしながらね。でも、なんですか、でもエロいんですよね、なんかあのアドリブ、そのまあでもそれ分かります、すごくエロいですよね。うますぎるんですよ。エロいですか。エロいですよね。もうでも、でもこの現場で一番の常識人言ったら多分桜井さんですよ。え、この服装見てよどう見ても常識人じゃないよそっか、いやいやいや、服装で決まるんだねいや、あのですね、今日桜井さんを見たら髪の毛の色がなんかブルー系、なんかさ、ちょっとジンの色に似てない似てます、似てます、
そっくり。それは天然なんだけども、ちょっと恥ずかしいんだけども。すごいなんかちょっとね、あの朝起きたらこうなってたんで、まあびっくりですよね。夜中にストレスかな、いろんなことがあるね。ストレスで。いろんなことがあるな。やっぱりまあでもたくさんあのアドリブあって、確かにマリリンのね、あの力士のっていうのもこれいろいろやらせてもらってすっごい面白かったんですけど、もう自分で笑いがもう込み上げてきて、えやばいなと思って必死でした。アドリブがたくさんたくさんあるので、結構これからもあの細かいところまで見ていただくと分かると思うんですけど、はい、どこがアドリブでどこが台本なのかとかを、ね、考えながら見ていただく。美咲が分かんない、美咲がね分かんない、セリフとアドリブが分かんないです、ね、分からないですか、うん、すごいよ。いやすごい、本当ですか。もう美咲だよね、そのまま。本当ですか。私のなけなしの明るい部分をあれなんか悲しい話になっちゃった。じゃあ次、次行きましょう。そうだな、あの監督本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はいはい、さてさて、それではね、ここからは、うん、桜荘の私たちがやらせていただいているペットなラジオでお届けしているこのコーナーをお届けしたいと思います。マシの当番だーれだ。はい、ということで、お話のこの桜荘のお話の中では何にもできないマシロのお世話役として、マシロ当番にされてしまったソラタにちなみまして、このコーナーでは急な振りに対してマシロ当番になってしまった人がお答えしなければいけませんというね、無茶ぶり、無茶ぶりです。無茶ぶりコーナーでございます。こんなことやってるんだね。そうなんです。でもほとんどやってないよね。ほとんどやってなくて、やってねえのかよ、なんだそれ。フリートークで、あの尺取ってるんです。フリートークをやればやらなくて済むコーナーなのに、ここでやることになってしまいました。そうなんです。まあ、まあ、イベント向きですね。そうなんですよ、ということで今こちらに登場したこのボックスの中に、はい、マシロ当番という、はい、ボールと何も書かれていない2種類のボールが入っておりまして、さて皆さん、今日のイベントタイトルは何でしょうか。ポロリ、ポロリもあるよ。違う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 、なんだっけ、踊りの階段に乗っちゃうよって。あ、それだ、ごめん間違えちゃった。そっちの方だ。はい、そっちの方だ。そう、ポロリはなしで大人の階段を登っちゃうよ、はい、桜荘会議ということなんですけど、さあ今日マシロ当番というボールを引いてしまった方は、すでに放送された1話2話でそのご自身のキャラが言ったセリフをより大人っぽく言わなければなりません、うん、難しい。なるほど。まあちょっとね、分かりづらいかなという気もするので、まずは私とかやのちゃんがね、あれ、はあ、やってみて、あ、お手本だ、お手本をね、お手本になるか分からないけれど、はいはい、まあ、はい、じゃあその間すいません、桜井エロエロ大先生に何かね、中森くん司会をお願いしてよろしいでしょうか。すいません、私がやるのかね。すいません、あのこういう無茶ぶりもあるんです。すいません、本当によろしくお願いします。受け止まった。さあ皆さん、お待たせいたしました。イエーイ。はい、じゃあ出席を取ります。松岡くん、はい、中津くん、はい、茅野くん、はい、中森くん、はい、松岡くん、はい。さあ2回返事しましたけどもね、まんまと引っかかりましたけどもね、はい、楽しくお送りしていきましょうか。はい。じゃあここから私が、わずかな時間ですが司会を務めさせていただきます。はい、ゲームの趣旨は分かりましたね、皆さんね、分かってますね、分かってますね。ボールを引いて当番だって書いてある人が1話2話でオンエアされたセリフをより大人っぽく言うと、うん、はい、ちなみに茅野さんが真っ白当番になった場合のセリフはこちらでございます。音が綺麗、私好きよ。はいはいはい、そのパーンガタ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 ン、難しいですね。そこまでやるんですか。これはあれ、茅野くんがやってたんですね、あれ。違います。第1話でマシロとソラタが出会った時にソラタに向かって話した言葉は私好きよですね。はい、私好きよ、ね、こちらのセリフになります。はい、続いて高森さんが当番になった場合のセリフはこちら。やっほーい、ジン、私を捕まえてごらんなさい。今日は遠慮しとく。みんな今朝は早いですね。
そうね。はいはいはい、ということで、はい、こちらも第1話でマシロがやってきた日の翌朝に元気に桜草を飛び出していく岬の、うん、ジン私を捕まえてごらんなさいというセリフですね。はい、ということで、うん、分かりましたね。はいはいはい、はい、やってみよう、うん、ではでは、まあこれ大人っぽく言うっていうことなので、はい、もう役とかじゃないです。あ、じゃないんですか。そんなもん、そんなもんどうでもいい。そんなもんどうでもいい。どうでも、うん、どうでもよくない。今のセリフを大人っぽく言うのが大人っぽくってどういうことですか。じゃあ風、おのれってことですか。いいところに気がついたの。あーお前松岡くん、そう、君らの大人っぽさっていうのをここで大人っぽさを、なに、なに、なにそれ、なに、なに、ブロックサイ、ブロックサイ、いや、だって桜井さんやったじゃないですか。伝わるんですか、これ。分かんないですけど。では、早速真っ白当番を決めましょう。ボックスの中から同時に2人ボール引いてくださいませ。さあ、どっちが近くにあったんだけど、さあ、どっちだ、どっちになるんだ。いくよ、せーので、せーの、イエーイ。あー、なんと書いてない。あれ、さあさあさあ、ということでね、もう2人とも聞きたかったんでございますけども、真っ白当番になったのは茅野さんでございます。うわー、これは、じゃあこちらですよ。真っ白のセリフと書かれておりますけどもね、はい、ご準備されておりますので。いやいや、さっきのでしょ。そうでございます。まあ短いセリフではございますが、雰囲気作って、ムード作って、よろしいですか。はい、では真っ白当番になってしまった茅野さん、さっきのセリフを大人っぽくお願いします。私好きよ。俺もー。いやー、ごめん、我慢できなかった、ごめんね。俺に言ったのかなと思っちゃって。もうこれ何が大人っぽいか分からなかったけど、好きよって言ってみました。でもちょっとこう跳ねる感じがね。そうですね、可愛かったですけど、ね、悩んだんですよ。とりあえず息荒くしてみようかなと思ったんですけど。ちょっとそれやってごらんよ。私好きよってやろうかなと思ったんです。じゃあサービスです。そうですね、サービスです。なんでしょう、走ってきて、走ってきて、走ってきて、はぁ、走って、私好きよって、俺も、桜井さんに似てるんじゃないですけど、申し訳ございません。で、メーカーに言われてしまいましたけど、考えてやってみたんですけど、難しいですね。難しいですね。どうですか、大丈夫ですか。最高、ごちそうさまでした。素晴らしかったです。家族に大きな拍手をお願いします。いやー、これ真っ白当番きつい。だって真っ白なのに真っ白当番になっちゃったもんね。本当だよ、ね、自分でできる子だね。そうだね。ということで、司会お返しまーす。 ありがとうございました。はいはい、いや、桜井さん、本当に安定感が、はいはい、ずっと司会やってもらいたいね。いえいえ、とんでもございません。本当それがいい、それがいい。どうもどうも、安定感ございました。ありがとうございました。それで、続いては桜井さん、忙しくて申し訳ないのですが、はい、ですか、男性対決。うわ、松岡さん VS 桜井さんです。お、やるぞやるぞやるぞ。松岡くん、下がりすぎ。戦えてないよ。頑張って。はい、ということで、今回真っ白当番になった場合のセリフは、まず松岡さんのセリフはこちらです。やめろ、分かったよ、脱ぐよ。脱げばいいんだろ。ただしパンツは脱がんぞ。これが条件だ。パンツは私が脱ぐわ。頭おかしいだろ。どれいっぱいありましたね。あれじゃない、パンツは私が脱ぐわじゃない、はい、それかもしれない。さてマジで、まあ、そういうのありなの。まあ嘘なんですけど、第2話でですね、過激な描写に挑戦するためソラタに服を脱ぐよう迫る真っ白に発したこのセリフ、うん、ただしパンツは脱がんぞ、これが条件だ。ただしパンツは脱がんぞ。何、言っちゃダメじゃん。まだ言っちゃダメじゃんよ。勇み足、勇み足。ルール分かってる、分かってる。待って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 、言いたいだけみたいになってきたんだけど、最後いろんな、あれ来ましたか。はい、じゃあ次行きましょう。そして桜井さんが当番になった場合のセリフはこちら。何でしょう。
ジン、誕生日おめでとう。目の毒だ、さっさとしまえ。ジンはテリアさんなんだから、私がこんなに体を張ってお祝いして、はい、なぜか私がちょっと恥ずかしくなったっていう、なんか、まあ、どうですか？まあこちらも第2話、はい、ジンの誕生日のサプライズとして、はい、裸リボンで迫る美咲に向けた一言、はい、目の毒ださっさとしまえ。ああ、なるほど、うん、はい、はい、では早速ボックスの中から、はい、足の当番を突っ込んでください。引いていただきましょう。あ、あったかい。いや、ちょっと待ってください。ああ、違う、ごめんなさい。そういうつなぎ、それはやばいじゃない。そういう遊びじゃないで、これ取って、これじゃない。これ取る。ザリガニとか入ってるじゃないですよね、これ。これ取っていいですか。これにしましょうか。僕これ取ります。俺もこれにします。はい、じゃあせーの。はい、うわ、こいしょ。おお、あれ、これはジンさんじゃないですか。あれ、真っ白当番やってる人が真っ白当番やらないの。あれ、あれれ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 れあれれれれ。じゃあさ、俺やるからさ、松岡君もやってよ。なるほど。そういうことか。でもね、俺もやるからね。なるほど、解決ですね。ジンさん、では真っ白当番のお二人、いやもう、さっきのセリフを大人っぽくお願いします。では、でもこれなんて、俺桜井さんから。はい、わかりました。はい、お願いします。はい、目の毒ださっさとしまえ。うわ、ただし、パンツを脱がず、これが条件だ。いやー、なんかセリフのニュアンス変わるだけでただのド変態になりますね。本当に言わなくてください、それ。それが最後の砦なんですから。これ砦なのか。砦なの、砦なの、そこ行ったらダメなんですよ。ジェスチャー大きいな。どっちが大人っぽかったか、お客さんに判定してもらう。あ、マジで。え、これ、じゃあ桜井さんだと思う人、イエーイ。うわ、まじで。あれ、君たちはちゃんと空気が読めるな。じゃあ松岡君だと思う人。おー、すごい。悔しいが負けを認めるよ。いやー、さすがだな。なんでこんなに優しいんだろう。勉強になりました。いやこの会場の半分は松岡さんへの優しさでできているんだよ。素晴らしいですね。素晴らしいね。はい、じゃあそんな松岡君を、あ、残して。あ、そう、あ、じゃあ、あの、ありがとうございました。桜井さん、雑だな。わかる、段取り的に俺を、まあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、いい勝負やった。本当？うん、本当に？と思う。なんか作る的にはよかった。そう言ってくれる人がいたら。言っとく一応。でも次君やね。次君やね、多分。そう、そう、最後の戦いになりました。うん、残ってるのはあとマリリンだけなんで。そう、どうすんの？はい。決まってるじゃないですか。え、何？どうすんの？だってさっき、うん、出席取ったでしょ？うん、はい。うん、出席？うん。二人いたんだもん。うん。ということは、松岡くんが2人いるってことなんだよ。いやあ、負けたボクサーになってる。負けたボクサーに。だから、松岡くん2号、お願いします。ちょっと待って、うっかり返事しちゃったね。いや、これ、後ろで話聞いてないよ。そんなことない、うん、まあ、なので、この2人の対決になります。はい、そして、今回真っ白当番になった場合の中津さんのセリフはこちらです。その、ごめんな、なんか、シーナさんだったよね。食べたいの？うん、好きなの。食べないの？ソラタがお金払わないとダメって。おい、
い、こちらのどれどれ、ですね、これはあの第2話で真っ白がナナミの働くコンビニにやってきた時に、はい、バームクーヘン見つめる姿を見て口にした食べたいの、というセリフです。あ、ありましたね。あ、いいですね、なんか、はい、なんかいいな、どうとでも取れるどうとでも取れる、はい、含んでますね、どうとでも雲、雲、はい、次行きましょう、okay. ですね、次松岡さんの場合のセリフはこちらです。どこがいいんだよ、させどきろ、早く、あいつはバケ、どれがいいの、どんなも選ばれるな、ならいいわ、いいわけあるか、履け、履きなさい、履いてください、ほら、パス、このパンツ可愛くない、お前のだろ、やば、おい少し急げ、はい、こちらのシーンになるんですけど、ここでですね、履け、履きなさい、履いてください、ほらパンツといういやこれは大人っぽく、はい、履き履いてください、履いてパンツ、そうです、あの松岡さんが言ったセリフです。本当になんか確かに僕が言ったセリフだと思うんこれ大人っぽくなると変態度が増すのはなんでなんだろうね。そうですね、明らかになんか何かを感じますね、このチョイスに。これって、はい、あのなんかセリフの語尾とかって変えていいんですか。あ、やる気満々ですね。負ける気満々だな。いやいやいや、いいことだな。いや、ちょっと待って、まあ、でもとりあえずじゃあまず撮ってみましょうか。そうだね、真っ白当番を決めていただきましょういいですよ。どういいですか。大丈夫ですか、はい、どうしよう、どっちがいいの。聴覚の点めっちゃ暖かくない、ちょっとびっくりしました。超暖かいよね。セクハラはやめてください、ね、ちょっと待ってください、僕今待ってるんですよ。そういうボール握って待ってるんだよあ、空飛ぶ、空飛ぶどうしよう、いや勝ちたい。よろしいですか。はい、はい、じゃあ引きましょう、どっこいしょ、どっこいしょ、さすが、さすが真っ白当番、素晴らしいですね。やった、待って、これ中津さんも言った方が言うんじゃないですか。いやいやいやまあ、あーなんかほら、じゃあしょうがないから高森もやろうか。どうやったね。じゃあさ、じゃあさ、順番にやったらいいんじゃない。そうそう、まず松岡くんのセリフから言って、あ、これじゃないから言って、そうそうそう、で監督の手紙だからね。間違えちゃった、間違えちゃった、大人っぽく、おもろいけどね。せっかく私だけ逃れられるんだなって思ってたんですよ。逃さないよ、そこでじゃあさ、順番で松岡くん、マリリン、タカさんで行ってみればいいさ。すごい豪華だね。これ何これ、順番変えた方がいいかな。ちょっと順番、あ、じゃあ完全これまんまですけど、どういうすごい会議っぽい感じで行ったらいい。これほんとまんまですよ、僕やっぱ鳥は、松岡さん、ね、あ、でもそう行きたいかな、やっぱりこれ、これは最後だとしたら、うん、やっぱこれやったセリフの期待度的に私から行くべき、めっちゃ桜草会議やん、こう行きましょう。じゃあそうしましょう。僕的に中津さんが一番美味しいと思います。やん、ま、やん、だって語尾変えたいでしょじゃあ順番は高森、美咲、ななみ、空田の順でいこうか。よしおー、すごい豪華だ。あー、ゲームの趣旨がもう、え、松岡くん、なんでこんなことになったのか、私とんだとばっちりなんだったそうそうね、さあ行ってみようか。じゃあ早速お願いします。行きます。ジン、私を捕まえてごらんなさーすいません、いい、なんかいい、捕まえたくなる、なんか帰りたい帰らないで帰りたいじゃあ次マリリンお願いします。はい、食べたいの、おお、大人っぽい、帰りたい、帰りたい、帰りたいよね、帰りたい、帰ろ帰ろ帰ろどうしたの、ま、松岡君場は整ったよ。たくさんこれだけやってくださるだって。整ったそれ以上やらなきゃいけないってことじゃないですか。じゃあ、行くよ。はい、はい。じゃあ松岡さん、どうぞ。はい、行きます。おい、
吐けよ。吐きなさいって言ってんだよ。吐いてください。ほらショーツ。ねえ、松岡さん的にはパンツよりショーツのが大人ってこと？いや、僕の場合パンツとショーツの違いが分からなくて、なんか英語っぽく言おうと思ったんだけど、ショーツしか思い浮かばなくてさ、最後のポーズは何だ？ショーツポーズ。そう、ショーツポーズをしようと思って、ほらショーツ。はい、渡そうとした、渡そうとしたんですけど、なぜか。もうやめましょう。そう、みんなの変態度が増したところで、このコーナーを締めたいと思います。はい、以上、真っ白当番ダーレダをお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、さてさて、こちらからは皆様ステージ前にお越しいただいてよろしいでしょうか。いやいや、はい、そしてね、ここで続いてですけど、もう一人ゲストの方に、すいません、お待たせしました、登場していただきたいと思います。はい、はい、はい、鈴木好美さんです、どうぞ。皆さんこんにちは。鈴木好美です、よろしくお願いします。ということで、桜荘のペット中の女エンディングテーマの Days of Dash を歌ってくださっている鈴木さんなんですけども、ようこそ変態の末。ダメ、まだね、彼女15歳なのよ。だからパンツとかショーツとか言っちゃいけないっていうね。ダメなんだ。15歳、リアル桜荘に入れる年齢、あーそっか、あーそういうことか。私たちって汚れてますね、本当に。なんか、ちょ、一緒くたにする。アダム君、なんか、あとで反省会になる。怒られてしまった。はい、鈴木さん、ご自身はこの桜園のペットの彼女の中で一番好きなキャラクターとか、自分はこのキャラタイプだなみたいなのってありますか？真白ちゃんタイプです。やだー、ダメなんだっけ、パンツとか振っちゃう。高森、気をつけろ。デリケートなところ。あ、そうそうです。お母さんによく私の靴下どこってよく言うんで。靴下ね。そう。ショーツとかじゃない。ショーツは。なんて言うか。もうショーツやめましょうよ。あ、まあまあ、そう、そんなんで、はい。ありがとうございます。嬉しい、ましろちゃんって言ってもらえて。ありがとうございます。はい。さてさて。で、今回はですね、うん、鈴木さんにエンディングテーマをですね、生で歌っていただきたいと思っております。皆さん聞きたいですか？おー、ありがとうございます。なので私たちは一旦退場したいと思います。じゃあ鈴木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では桜荘のペット中之条エンディングテーマ聞いてください。ぜひ皆さんで盛り上がっていきましょう。ありがとうございます。聞いてください、 Days of Dash。 過ぎるだけの時間が欲しい、刻まなくちゃ、ここにいるとこから叫ぶ瞬間あり得る。迷いながら涙を飲み込んだ、不器用だね、夢も
様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ライブいかがでしたか。お疲れ様です。すごく楽しかったです。いや素敵でした。とっても、はい、いやいや盛り上がりましたね皆さん。ありがとうございます。はいはい、ということで鈴木さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ではここで桜荘のペットな彼女からのお知らせです。テレビアニメは現在 MBS、東京 MX、TVK、テレビ愛知、アニマックス、BS アニマックスで放送中です。その他配信サイトでもご覧いただけますのでご視聴よろしくお願いいたします。またエンディングテーマ Days of Dash、 そしてマリリンとタカさんと私が歌うオープニングテーマ君が夢を連れてきたは11月の21日に発売です。はい、そしてブルーレイ &DVD の発売が決定いたしました。ボリューム1は2013年1月30日発売です。初回生産版は豪華特典満載です。そしてさらにですね、対象店舗で早期予約いただいた方にはスティックポスターのプレゼントもございます。詳しくはテレビアニメ公式サイト桜荘 .tv をご覧ください。また文化放送超 A&G プラスでは私たちがメインパーソナリティの動画ラジオ桜荘のペットなラジオが配信中です。アニメイト TV でもストリーミング配信してますのでぜひご視聴ください。はい、そしてさらにですね、2週間後の11月2日から4日に開催されます日本大学芸術学部芸術祭とコラボ企画を実施いたします。メインキャストのステージイベントのほか、いろいろと計画中なので詳しくはテレビアニメ公式サイトをチェックしてください。最後に原作情報です。電撃文庫は最新8巻まで発売中。電撃コミックス最新3巻は10月27日発売です。発売中の電撃ジーズマガジン11月号、電撃文庫マガジンボリューム28はどちらも表紙で大特集しています。ぜひゲットしてください。また PSP and PS Vita でお楽しみいただけるゲーム桜荘のペットな彼女は2013年1月の24日発売です。はい、以上桜荘のペットな彼女からのお知らせでした。ということでそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。はい、ありがとうございます。終わりたくないけど最後にね、あの感想をぜひぜひ皆さんに伺っていきたいと思います。じゃあまず鈴木さんからよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。とっても楽しかったです。今日歌わせていただいた Days of Dash の発売記念イベントが決定しました。東京と大阪で11月の24日と25日にあるのでぜひ皆さん遊びに来てください。今日は本当にありがとうございました。鈴木さんありがとうございました。続いて桜井さんお願いします。今日はありがとうございました。作品はすごくドタバタコメディで面白いんですけども、ちょっとこうなんて言うんでしょうね、シビアなところもあって見応えがあると思いますので、たくさんの方に見ていただけたらなと思います。本当今日はありがとうございました。ありがとうございます。続いて坂さんお願いします。はい、本当にこれから第3話からどんどん続いていきますけども、テレビアニメも本当にキャラクターも増えて、そしていろんなこうみんなのこういろんなね恋心とかがどん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 こう進んで、そしてみんなもどんどん成長していくので放送を楽しみにしていただけたらいいなと思っております。本当に今日は皆さんありがとうございました。では続いて中津さん、マリリン、はい、お願いします。桜荘のペットな彼女は見どころがいっぱいあります。パンツだけじゃないです、猫もです。なのでもうぜひもう応援してください。頑張ります。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは早野ちゃんよろしくお願いします。はい、皆さん今日はありがとうございました。楽しんでいただけましたか。よかった。いやなんか本当に放送始まってなんかどういう風になっていくのかなって、あ、虫が大丈夫ですか。なんかいろいろ本当になんか楽しいことが桜荘の中ではいっぱいいっぱいあって、アフレコ現場もこういう雰囲気ですごく楽しく作っています。そういう楽しい雰囲気が皆さんに伝わるといいなと思いながら演じてます。真白ちゃんもどんどん成長していきますので皆さん見捨てずにどうぞ見守っていってあげてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。
最後にですね、松岡さんに締めていただきましょう。はい、本当にこの桜草という作品はコメディだけじゃなく、本当になんかこうその自分に才能があるとかそういうものを云々じゃなく、全然その、なんかこう自分と照らし合わせで考えるラインっていうのを本当にある作品なんですよ。だからもう本当になんかこう、なんて言ったらいいんだろう泣いちゃうの。いや違う、泣かない、まだ泣かない、まだなんだ、本当になんか見ていて、まあ、コメディだけじゃなく、本当になんか自分においても考えさせられる作品がこの桜草っていう作品には絶対あると思うので、これから見ていていろんな思いを感じる方ってあると思うんですけど、その思いに負けないように僕たちも、全力全開でいつもアフレコをやってるので、これからも桜草という作品を本当によろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願い